外国産馬とは、抗議では、外国で生まれた馬を指す。外車と呼ばれることもある。大義語は、内国産馬である。本校では、日本国外で生産され、日本国外の競争に出走せず、日本で競争馬登録された、外国産競争馬について扱う。2009年現在、日本国外で生まれた競争馬については、大井競馬場を除く。 地方競馬と中央競馬では海外で生まれ日本での競争馬登録の前に日本国外の旧舎に所属し出走歴のある競争馬については競争馬登録が認められておらず移籍ができない。したがってそれ以前に日本の馬名登録を受けた輸入競争馬が対象となる。また万英競馬では外国産馬の出走が一切認められていない。 丸貝中央競馬の定義では、丸貝で表記される。ただし、種付けのため外国に一時的に輸出された品馬が、輸出される前に、日本で種付けして受胎している場合で、外国で生まれた子馬を、当歳の12月31日までに輸入した場合は、内国産馬扱いとなる。また、種付けのため外国に輸出された品馬が受胎して、帰国して出産した場合や、 外国産の品馬が受胎した状態で日本に輸入され日本で出産した場合は持ち込め馬とされ1971年6月30日から1983年末までの期間を除いて内国産馬の扱いとなっている外国馬日本国外の旧舎に所属している競争馬とは区別される日本の競馬界はかつては閉鎖的で外国産馬の出走には 厳しい制限が加えられていた。これは特に北海道に多い国内産競争場生産の保護・流通の観点があったためとされ、長らく日本の競争場生産関係者からは、マルガイの出走に反対した傾向が強かったとされる。2007年、大井競馬を主催する特別区競馬組合が現役の外国長競馬の転入制度の導入を決めた際にも、 生産関係者の反発により、第7回、JBC の開催が危ぶまれる事態となった。徐々に制限は緩和されてきたが、現在でも、中央競馬や地方競馬の北海道競馬などでは、出走が可能な競争はまだ限られている。中央競馬では混合競争と、国際競争とされている競争が、産地に、一切の制限なく、出走可能な競争である。なお、 混合競争と国際競争の両方を併記する競争は存在しない。また国際競争に指定される前の中央競馬のクラシックにおいては外国サンバの出走枠があったものの出走可能等数が大きく制限されていたことから混合競争には指定されていなかった。日本に競争馬として輸入される外国サンバの多くはトレーニングセールで購買されたもので 価格が安くて仕上がりが早いというのが特徴であった。そのため3歳時には外国サンバが内国サンバを完成度で圧倒し1996年に行われた第1回 NHK マイルカップにおいては出走18頭中14頭を外国サンバが占めたほどであった。このことから当時外国サンバが出走できなかった東京優秀に 対抗して、マルガイのダービーと称され、外国サンバにとっての春の最大目標とも言われたりもした。2000年代に入り、外国サンバの出走制限が徐々に緩和されるのとは裏腹に、サンデーサイレンスを筆頭に、外国から導入されたシュボバや繁殖品バの成功により、内国サンバの質が向上したことで、外国サンバの活躍は目立たなくなってきており、特に、 クラシック競争で外国サンバが制したのは2020年現在ローブデコルテの優秀品馬のみである。中央競馬のクラシック競争は優秀な種母場、繁殖品馬を選定するための能力検定競争とする観点からかつては一切外国サンバの出走を認めない競争であった。天皇賞は勝ち抜け制度がある代わりに外国サンバの出走が可能であったが 1971年6月30日から実施されたカツウマの輸入自由化に伴い、1971年秋の天皇賞から同様に優秀な守護場、繁殖品場選定のための競争と位置づけるため、外国産馬並びに日本国外で受胎が確認され、日本に輸入後に出産された持ち込み馬は出走不可能となった。しかし、2000年より、 段階的に制限付きながら出走を認められた。天皇賞については2005年以降は国際競争となっているため外国サンバの出走制限は撤廃されている。中央競馬のクラシック後競争における外国サンバの出走枠の制限は以下の通り変化した。トライアル競争は重症競争でない競争を除き解放された年に合わせて対応する。 トライアル競争が混合競争に変更された。出走馬の選定は優先出走権を持っている馬、内国サンバを含めた習得賞金順で制限等数以内である。内国サンバを含めた順位付けで回となった場合は制限等数に満たさなくても除外される。2001年から2004年までは外国サンバは優先出走は認められてこなかったが、 2005年以降、下季の競争で優先出走が認められることとなった。競争によって認められるようになった年度が異なる。優先出走権所有場で制限等数を超過した場合は、優先出走権を持っている競争場の中で、習得賞金順上位場から制限等数内で出走でき、制限等数からはみ出した競争場は優先出走権を持っていても除外される。 一部のトライアル競争は、習得賞金が例の馬も出走可能であるが、習得賞金が例の馬は、トライアル競争で、習得賞金を得なければ、優先出走権を取得できない。天皇賞は、以下のように、外国産馬の出走枠が拡大され、2005年より、国際競争となり出走制限が撤廃されている。 なお優先出走ではないため、内国産馬を含めた出走馬の選定基準において、回となった場合は除外される。1950年代初頭、戦争による競争馬不足を補う目的で、1952年の競争馬輸入解禁と同時に、アメリカ合衆国、オーストラリアニュージーランドから、かなりの等数のサラブレッドが輸入され、 1950年代半ばには、外国サンバが大活躍した時期もあった。中央競馬で導入初年度となった1952年暮れの朝日杯三歳ステークスでは7頭中4頭、出走した外国サンバが、後に雲い畑記念を買った一時王らを圧倒、1着3から5着を独占し、いきなり、その能力を見せつけた。一時は、 外国産馬限定の競争が組まれていたこともある、ほどである。しかし、外国産馬が出走できる重傷は限定され、現在の G1 級競争に相当するものでは、天皇賞、宝塚記念、有馬記念のみに限られていた。1960年代に入ると、外国産馬は年間輸入等数が制限されていた、こともあって繁殖用の馬の輸入が優先され、 外国産競争馬の数は急減した。その上1971年6月30日から実施されたカツウマの輸入自由化に伴い、国産馬保護のため混合戦がさらに減らされ、外国産種母馬や繁殖品馬は頻繁に輸入されるようになったが、外国産競争馬はさらに少なくなった。しかしこの頃から、八代大グループや、 シンボリ牧場などの海外に目を向けた生産者が厳選した競争馬を輸入し出走レースが限られた環境ながらも高い能力を見せた馬が数頭いた外国産競争馬は引退後の繁殖場としての価値を見越して輸入されることが多く品馬の方が多かった1952年に輸入された馬の子からは大コータートースト ヘリオスなどが活躍。孫の代には、ハイセイコー、竹芝王や、ラッキルーラなど多くの活躍場を排出し、現在に至るまで活躍場を出し続けているメス系は、多い。マルゼンスキーは持ち込め馬であったが、当時の規定で、外国サンバとほぼ同様の規定が用いられていた。2000年に、天皇賞が、外国サンバの出走が認められて、以降、天皇賞は、 アグネスデジタルとシンボリクリスウェスが優勝している。天皇賞の優勝馬は2020年現在出ていない。2001年にクラシック競争が外国産馬に開放された後、初めて制したのは2007年優秀品馬のローブデコルテであり、前述の通り外国産馬によるクラシック競争の勝利はこれ一例のみである。ありがとうございます。